Welcome to Her Confidence Her Way podcast. I am Emiko Rasmussen, a soulful CEO of business and life. I am obsessed with helping you to break through your limiting beliefs and show you what is possible to be, do, have anything that your soul desires. If you are ready to build a mindful, sustainable, and impactful business while honoring your feeling, this is the podcast for you. I do business differently because I believe 100% that business is a soul work, and it is not about how fast you grow your followers or how fast you get your results. Your business grows because you grow from inside out. Are you ready to become limitless? Allow it to flow. Hello, hello, beautiful souls. Welcome back to the another episode of Her Confidence Her Way Podcast. 今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。今日はいつもと違ってちょっとしたトレーニングをシェアしたいと思います。で、このトレーニングは私のやっている、コミュニティで、昔ずっと無料でね、コミュニティがあって、で、一回クローズして、で、ずっとその、どうしようかな、コミュニティまたやりたいかな、やりたくないかな、でずっと考えながら、いろいろこう、アイデアを考えていて、で、自分の、この、私はね、セイクロって言って、仙骨なんですけども、仙骨、自分のヒューマンデザインのタイプで言うと、決断っていうのは仙骨で決める。でもその時に、もう行動で、自分が体が先に動いてたので、This was a yes for me。なので、私のまた無料コミュニティをオープンすることにしました。I don't have anyone in the community right now, so who would be the first person to join? I am excited to welcome you in. It is completely...community, so you don't have to pay anything. これは特別のご優なんだ特別ご優待ということで、別に特にお金を払ってコミュニティに参加しなきゃいけないとかっていうのではないので、もしも私と何かこうバイブがマッチする人、come in, join. I am looking for someone who are wanting to grow as a soul-led leaders. Okay.で今日のトレーニングなんですけれども、今月は私のビズシスターズたちに Soulful Offer をクリエイトしてもらう、2ヶ月でクリエイトしてもらうっていう、そこにコミットをしていて、で普段だったら私は自分のプログラムの内容とかって特にこう一般公開みたいなのしないんですけれども、I just decided I felt the need to share.なので普段は公開しないんですけれども、今回は特別に、私のオファーしているマグネティックソウの中のマグネティックビジネスっていうファウンデーションがあって、ファウンデーションプログラムがあって、そのレッスンを、一般にも公開することに決めました。でただ単にレッスンだけ上げても全然意味がなくて、やっぱりそこから私がしっかりとガイドして、その情報をどう生かすかっていうところであって、でただ単に見てもちろん自分のねオファーをクリエイトするできる人もいれば、やっぱりサポートガイドが必要っていう人もいるので、2ヶ月のプログラムで1ヶ月目は全て、ビデオのアクセスでレッスンを学んでもらってワークをやって、2ヶ月目は私と一緒にグループコールでいろんな、なんだろうな、まあ大体の人はね How to っていうよりも結局私がサポートするのは内側の部分のマインドの部分だったりするんですけれども、まあ一人一人ガイドしながらその人に合ったオファーをクリエイトするっていうね、プログラムを、開催することにしました。So right now I am doing pre-sale. 今はプリセールの価格なので、通常の価格よりも全然値段が違うので、今のね、このプリセールの価格をぜひ take advantage。take advantage ってなんていうの日本語で。最大限に活用する？違う。Anyway, まあ、利用していただきたいなっていうふうに思います。OK。で、今日のこの、プログラムじゃない、プログラムじゃない。日本語がおかしくなってるぞ。Today's lesson is, yes, today's lesson was done in the community. で、私の無料のコミュニティの名前が Deep Rich Soul。OK。
Deep Rich Soul Collective というコミュニティで、そこで、行ったレッスンです。Okay? なので、もしもビデオバージョンが見たい方、Come join in a group で、音声だけでも全然 OK という方は、ぜひね、この引き続きこのレッスンを聞いてほしいなっていうふうに思います。で、そのグループ、コミュニティでは、またこれからもね、いろんなトレーニングとかしていこうかなと思ってるけれども、昔はもう毎週水曜日っていう風にやっていたんですけれども、私はそこにはコミットをしないっていう風に決めて、そうじゃなくて自分が伝えたいメッセージがある時にショーアップしてライブでやろうかなっていう風に思っているので、 If you're interested in, please join us. It would be so wonderful to have you there. Alright? Enjoy my...training that I did. このトレーニングのタイトルは欲しいと思われるオファーの作り方です。 Alright, enjoy! Hello, hello, and welcome to this lesson. 今日のレッスンは欲しいと思われるオファーの作り方についてお話します。Okay? で、このレッスンは誰に見てほしいかっていうところなんですけども、もしもオファーの作り方が全くわからない人、または今自分の中でオファーサービスっていうのがあるんだけども、結局誰かさんの真似をしてコピーしている状態だから、結局その人がなんでこういうことやってるとかっていうのもわからないまま、とりあえず真似ている人、 That's okay. That's how I started too. 確実に結果が出したい、確実に結果が出るオファーを作りたい人、しっかりとした価格で自信を持ってオファーを提供したい人。 Okay? If this is something that you want, then this is the lesson for you. でもこういう結果を望んでいない人は、全くこのビデオを見るのはもう時間がもったいないので、Don't worry about it. Okay? で、オファーを作るっていうところで、私がすごく好きな言葉、Irresistible offer. Irresistible. で、Irresistible っていうのはどういう意味かっていうと、Too attractive to resist.Too powerful to resist. Resist っていうのはこう耐える。だからもう本当にもう魅力すぎて、そのもうノーっていうのももったいないって思うぐらい魅力的。とか Too powerful、まあ、すごいな、パワーがあるな、すごいな。だからもうノーっても言えない。そのなんていうのかな、コントローリングじゃなくて、Wow、まあ、自分の中に火がついて、Oh my gosh, I'm in って思ってもらえる。Hard to resist。だから本当にノーって言えない。もう本当に気になって気になって気になってしょうがない。Okay? だから本当に欲しくてたまらないっていう、日本語ではねそういう意味なんですけども、そのオファーを作るための今日は3つの材料についてお話をします。で、別のトレーニングでは、何を売るか、よく間違ってしまうのが、間違ってるのがこのペインで売ってる人がたくさんいるんですよ。別にペインでも売るのはよく間違ってるというか、別にそれも戦略なので、そのお客様の悩みっていうところをついてついてついて、そのお客様を不安と恐怖に落とし込んで、そこで You need this で、そこであなたはだからこそこれが必要ですよっていう売り方、これも立派な戦略の一つです。で、私はその方法はやりません。そうじゃなくて、私は Heart Centered、right? Heart Centered Marketing、 これは The New Era Masterclass でもうたっぷり Heart Centered Marketing のことについてお話ししたので、まあ私のマスタークラス見た人ならわかると思うんですけども、 Heart Centered Masterclass でそこでお話ししたそのマーケティングっていうのは、その Pain とか Fear っていうところから、不安の恐怖からの決断じゃなくて Empowered、Yes, this is what I want. Yes, this is the result. こういう結果が欲しいから、Of course I want to do this. っていうふうに、この、そのお客様 の決断にしっかりとこうパワーを上げてあげるようなマーケティングをする。それは私が選んでやってることです。Okay? And this is what I teach also. これがだから私のビジネスターズに教えている大切なコンセプトの一つです。で、売るっていうところです。だから不安とかっていうところに落とし込んで売るっていう、別にそれもいいんだけれども、お客さんもできます、それやったら。これ本当にもう立派なセールスマーケティングプリンシプルだから。でも、心理学っていうかな、お客様のそのバインサイコロジー、お客様が買う理由っていうところの一つの心理学として、もう本当に証明されているものなんですね。 Okay? You can do that too. でもそういうお客さんが来るとどういう結果が出るかっていうのも多分想像つくと思うんですよね。okay. And I don't want those people. 私はそういう人は欲しくないから、そういう人には来て欲しくないから、そういうマーケティングはしない。Okay. で、あとはよくこう間違って売ってるものっていうのが、コーチングのレッスンが、個人セッションが、2時間の個人セッションが月に2回あって、で、このプログラムには14本のレッスンがついていて、で、そこから、あとは Facebook のサポートグループがあって、なんたらかんたらがあって、なんとかなんとかがあって、そこにこういうのもついてきて、こういうのもついてきて。
お客様はそこにお金出さない。そうじゃなくて、お金を出すのはトランスフォーメーション。このね、細かい詳しいレッスンは別の、レッスンでしたので、もしもそのレッスンが欲しい人はぜひね、コメントにそのレッスンのリンク送ってって言えば、そのリンクね、送りますね。Okay? で、じゃあまず一つ目からいきます。一つ目の大切な材料、その irresistible、もう欲しくてたまらないと思ってもらえるようなオファーを作る一つ目の材料。Okay? そこが、これを考えること。Where are they starting? どこで今、どういう状況にいるか。ソウクライアンツ、理想のお客様はどこにいるか、どんな状況にいるか、どんな景色を見ているか、どんな悩みを持っているか、何を望んでいるか。Okay? これ今私が何個か質問したので、これを本当に紙にね、ノートに書いて自分でじっくりとやってみるといいと思います。で、ここで大切なのが、use their words。ソウクライアントの言葉を使わなきゃいけないんですね。Okay? で、ここがまあもちろん難しいところであっても、すでにお客さんがいれば、そのお客様、私の場合だったらビジネスサーズの声、言葉もしょっちゅう聞いてるから、その言葉を使うっていうので分かるんだけれども、でもまだ全くお客様がいない人っていうのは、その過去の自分の、その自分の言葉だから、ありのままのとか理想の自分とかセルフラブとか、そういう言葉をボン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 投げても、お客様は本当にそこでマッチしないわけなんですよね。そこでは心が動かない。だって普通に考えて、電車とかに乗ってる時に、ありのままの自分になれたらいいのになるなんて絶対誰も思わないと思うんですよね。だからマーケティングの言葉でありのままのとかさ、そういうなんか理想のとかなんとかってあるけれども、They're not really saying that。 本当に何を言ってるかっていうのはそこじゃないと思うんですね。で、私も実際に今だからこの話を聞いてて、でも私は、エミさんはもうすでにお客さんいるから言葉わかるよねっていうふうに思った人いるけど、でも私にもスタートっていうのがあって、私にもお客様ゼロっていうところがあって、だからそれは私の過去の経験から本当にもう手探り状態で始まった。だから何かがちゃんと分かってからスタートするって言ったら、 You'll never start. You'll never start. OK? で、私の中で一つね、イグザンポの経験だったのが、2019年とか2020年くらいの時に、まだその当時働き方っていうところで、まだキャリアコーチングっていうのも私やってたんですね、昔。で、その働き方改革っていうワークショップだったりとか、あと私のグループプログラムもあって、で、そこで、その Facebook のグループで、今のあなたの働き方についてどういう気持ちですかみたいなことを聞いた時に、私の中でオプション A、オプション B っていうね、自分で考えたこうオプションってあげて、で、まあ、そこからね、選んでくれた人もいるんだけども、でも、何が起こったかっていうと、そのメンバーの人の中の一人が使った言葉があって、表現した言葉があって、それが、今すごくモヤモヤしています。今働き方にモヤモヤしていますっていう言葉を使ったら、その人がそのオプションを入れて、そしたらその後みんなそこにもうポチポチポチってそこを押してるんですよ。で、当時私、もやもやなんて言葉、私の頭の中に存在して、ボキャブラリーの中にもやもやするっていう言葉なんてなかったの。もやもやするか。もやもやするっていう言葉なかったんですね。で、そこで、ああ、なるほどねって言って、そこでマーケティングでもFacebook とか Instagram とかニュースレターとかも全部、もやもやっていう言葉をずっと使ってきたんですね。だから、どんなに綺麗な言葉を使っても、そうじゃないですよね。ああ、すごくもやもやする。すごくなんかくるくる回ってる。わかんないけど。だから、その人が本当にジャーナルで書くとか、本当に電車の中で思ってるような気持ちとか、そういうことをしっかりと理解しなきゃいけない。で、これは表面的な部分じゃなくて、これは本当にマインドの部分にもなっていて、で、これは Soulful Offer Creation っていう、私が今月やっているプログラムでもっと細かくね、レッスンをしていくんだけども、Unconscious と Conscious の部分があるから、その部分をしっかりと理解しないと、結局はその上辺の部分で、オファーを作って、まあ、これが本当にマーケティングっていうところにも響くんだけれども、本当にお客様とのハートでこうキャッチすることっていうのは、もしかしたら難しいかもしれない。だからこそ、その相手が使う本当の言葉、その真実の言葉をしっかりとキャッチしてあげることが大切です。 Okay? Ingredient number two、2つ目の素材っていうところでは、 Where do they want to end up with? どこに行きたいかですよね。だからここはトランスフォーメーションというか結果っていうところなんだけども、どんな状況になりたいか、どんな状況でありたいか、どんな結果を出したいか、どんな問題を解決したいか。Okay? で、あともう一つ大切なのが、どんな変化にはお金を払いたいか。で、ここも
すごく大切なところで、で、ここも私が、オファーしている Soul for Offer Creation っていうところでもっともっと細かくお話しするんだけども、Wants versus Needs とか Priority っていうところになってくるんだけども、まあ、本当にもっとね、もっともっと本当にこう真剣にオファーを一緒にこうクリエイトしたい人、Come join my program, like,Right now I'm doing a pre-sale price. 今こうプレセルでの価格なので、もしもね、一緒に2ヶ月でそれをオファーをクリエイトしたい人、just come join. I will teach you more. で、まあ、その wants と needs のところなんだけども、お客様が欲しいものと、でも私たちが教えなきゃいけないことっていうのは、実はここにはギャップがあって、なんでかっていうと、私たちもすでに先を行ってるからこそ、教えたいわけですよね。だから昔は私こうなりたい、こうなりたい、こうなったらこうなれるのにな、こういうふうになりたいなってなってて、でも、あ、なるほど、でもこれをするには、そこじゃなくて、こういうことを学ばなきゃいけないんだって言って、そこが自分、皆さんでもトランスフォーメーションがあったからこそ、その部分を教えるわけですよね。だから、単純にちょっと話をすると、これは私のエグザンポじゃないけれども、例えば、じゃあビジネスの講座、コーチっていう人がいたとしたときに、What did they want? お客さんが欲しいものって、誰かフォロワーの数が増やしたいとか、投稿をどういうふうにして書いたらいいかとか、let's see, お金が欲しい、収入が欲しい、right? 安定した収入が欲しい、お客さんの数を増やしたい。Right? That's what they want.、Right? で、そこに対しての how っていうのはこう戦略で教えることができる。しかも、この部分はすごく簡単だし、I mean, いろんな人がそこの部分を教えてるんだけども、でも、ニーズっていうところになると、でもそこを分かっても、でも、内側の部分、結局は、そこに自分に対してのビリーフがないとか、そのお客様に対してのビリーフっていうのができないとか、いろいろありますよね。その内側の部分っていうところで、But you need to know this. You need to understand this. あなたはでもここもしっかりと理解しなきゃいけないですよ。先歩いてる人はわかるはずですよね。でもいきなりそこで、じゃあ例えば、じゃあそれが自信、あなた自分の価値っていうのをその外側の状況に揺れなくても自分で自分の価値っていうのは変わらない。そういう自分のあり方っていうのは大切ですよっていうのがそのニーズだとした場合に You need to know. これは本当に絶対に理解しなきゃいけないところなんだけども、私がそこだけ頑張って話しても That's not what they're thinking. お客様が欲しいのは早くフォロワーを増やして、まあこれは私のエグザンプルで実際の私のクライアントじゃないので、まあ、でも簡単な、ね、ことを言ってるんだけども、だって私、早くお客さん欲しいとか、早く結果出したい、早くお金稼ぎたいっていうふうに思ってる人には来てほしくないから、私はそういうマーケティングとかもしないんだけれども、でも、その結局、だからお客様はそういうふうなことが欲しいって思ってるのに、This is what you need, this is what you need っても全然そこにも聞こえないんですよね。そこには意識してないから。だから、wants と needs っていうところで、まあ、この辺もね、本当にもっともっと細かくお話をしていきたいと思います。Okay.Yeah, so the 三つ目が How will you get them there? その them っていうのがお客様なので、その soul client、お客様、理想のお客様をどのようにしてその A から B のポジションにこうご案内してあげるかっていうところ。で、ここもよく勘違いされるのが、あ、でも私コーチングのやり方知らないから、だからコーチングできないから。No, you don't need to be a coach. You don't have to do coaching. Okay? 私はコーチじゃないから。That doesn't matter. コーチっていうのはあくまでもコーチングっていうのはあくまでもツールであって、別にコーチングしなくてもいいんですよ。私はコーチングすることですごくパワフルだと思うけど、私が今やってるのはもうコーチングっていうなんかそのレベルを超えて、It's like a, 私も本当にその人のエネルギーとかをこうもリーディングして、It's like an energy shift, right? エナジーシフトしたりとか、本当にその人の本当にソウルの部分をガイドにするので、なんかもうコーチングのレベルではなくなってしまったんですけども、私の場合は。でも別にコーチングをしなきゃいけないっていうわけではない。でもその、だから私が言いたいのはその how, right? その A から B のポイントに行くの、その how の部分はどういうふうにするか、どういう乗り物なのか。It could be just a video content.Right? ビデオだけで動画で教えるっていうことも全然ありです。でも動画だけだったら全然情報だけだから意味なくない ?Yes, but でもそこにお金をチャージすることでエネルギーの交換があるからお客様は絶対やるんですよ。だからこのビデオだって無料だからもう後で見ればいいやと思う人 They're never gonna watch it again. Never.
well, I wouldn't say never, but they're gonna forget about it. 多分あもう忘れちゃうか、後でって言って絶対ここ真剣にやらない。あとまたはこうノートとかっていうのを真剣に取りながらやらない人だって出てくるわけですよね。でもお金をチャージすることで別に情報っていうのにもその情報にお金価格がつくわけだから別にそれだけやっちゃいけないっていうふうに私は絶対言わないし。It could be a consulting. コンサルティングっていうのはなんかこういうなんかまあアドバイシングっていうのとかも本当に似てるけれども。こういうやり方もありますよ。こういうのもどうですか？こういうのもどうですか？こういうのもどうですか？ Right. またはコーチングっていうやり方で、コーチングっていうのもあれば、ティーチングっていうのもあって、There's so many ways. だからコーチングはコーチとして、コーチングだけはやらなきゃいけない。No, you can mix it. またはワンオンワンでやるっていうのもありだし、ワンオンワンでグループでやるのもありだし、だから、so many ways、だからいろんな方法があるわけであって、そのお客様をどういうふうにしてガイドするか。だから要するにガイドするのが皆さんのお仕事です。Okay? だからその how。how の部分で、私はここは特にヒューマンデザインとかそのエネルギータイプによってやり方とかも違うし、どんな期間、どのぐらいの期間にしたらいいかっていうのも、私はその人たちのエネルギータイプによってアドバイスをしているので、まあこの辺は本当にもしも真剣に、so foroffer creation、ね、2ヶ月でオファーを作りたい。そして私のやり方じゃなくて皆さんに合った皆さんにアラインしたマッチしたやり方をやりたい人、このプログラムは教えるものっていうのがあって、で次の月来月っていうのは1ヶ月のグループコーチングが月に3回ついているので、そこで実際に私がズームで一人一人にガイドすることができるので、もしも本当に興味があったらぜひ今のうちに参加してほしいなっていうふうに思います。Okay? で、その結果を出すっていうところも、お客様に行動して、お客様が行動するからこそ結果が出るんですよね。私が結果自分で出すんじゃないんですよ、これは。It's a co-creation. 共同作業です。Okay? だから、私がよく使う言葉、example では、腹筋、right? お客様に6 packs, right? 6 packs, 何 ?6 割れた。カニパンの状態になれますよって言って、私がショーアップして、私だけが腹筋しても、お客さんが腹筋しなかったら、私ばっかり腹筋割れて、お客さんも腹筋割れない意味がないですよね。結果出すのはお客さん。お客さんが行動を取らなきゃいけない。Okay? 本当にリアルな結果が出せる。で、ここにお客様はお金を出します。Okay?で、じゃあそのリアルな結果ってどうやって出すの？ Right? Well, first of all, そのリアルな結果っていうのが何かっていうのをしっかりと明確にしなきゃいけないっていうのが一つなんだけれども、リアルな結果を出すっていうところでは、やっぱり本当に、その自分の本当に一人、まずは一人目のお客さん。たくさんのお客さん欲しいっていうのはわかるけども、まずは一人。まずは二人。一人一人本当にステージね、もしも初めのステージにいる人。一人一人のその結果が出せるようなコミットするそのオファーがあるからこそリアルな結果が出せる。Right? でもすでに土台っていうのができていて、私が教えるビジネスのステージの本当にもう3とかにいる人たちっていうのは、もうオファーっていうのもしっかりと固まっていて、で、しかもお客さんの結果が出ている。で、そうすると何が増えるか、お客様の声。Okay? Use that. Right? Okay. なので今日はね、3つのその irresistible も欲しくてたまらないと思ってもらえる。もう yes please. もう本当に、もうこれしかない。もう心が動いて、oh my gosh, yes, yes please. Without asking questions. 私のお客様っていうのは大体、私はもうセールスコールとかっていうのは本当にやらなくて、しかもそれもハイチケットな価格でお客様が買ってもらえるように。だからそれは私の教え方っていうところでお客様をエンパワーするような教え方をしているからこそ、お客様も自分で、危ない。yes, please. っていうふうに言ってもらえるっていうところだと思うんですよね。Okay? So, if you would like to work with me and create your soulful offer, soulful, 本当にもう心からもう魂がもう本当に燃えるような、魂が本当に自分の魂も最大限に表現できるような、そういうオファー。で、しかもそのオファーっていうのが、相手、お客様、soul clients、理想のお客様にしっかりと結果を出してもらえるっていう、もう本当に自信を持ってオファーを作る。で、それ、オファーを作る。そして、それをオファーを提供する。そういうビジネスオーナー、ビジネスのリーダーになりたい人。Come join to the soulful creation. 2ヶ月で一緒に必ず
必ずって私がお約束はできないですよ。必ずだって 私が頑張って勝負しても皆さんが勝負しなかったら意味がないから。 That's why I'm charging you the price too。 もちろん無料でやったらもう全然 誰も作らないと思う。私は無料で今まで何回も何回もマスタークラスやってきたけども、無料でやると本当にもう一握りの人しか真剣にやらない。しかも大体の人がやるんだけれども、その後はもう OK done チェックでおしまいの人の方がほとんど、うん、だからこそしっかりとねお金をチャージするっていうところも大切で、まあプライシングっていうのはポジショニングで、これもボーナスで私のこのソフォーオファークリエーションでプライシングのところについても7月に、そのねオファーじゃないプライシングっていうところもティーチングしていきたいと思います。 So I'm super excited. So do this work3 ingredients で、本当にこのマークだけでも形っていうのは形っていうか本当に見えてくるので、ぜひね本当に自分で皆さんここにお金を払ったと思ってぜひこのワークをやってみてください。 Alright, well thank you so much for watching and I will see you next time. Bye.